日々思うことを語る今日の一言今日は今月27日に国立劇場舞踊公演舞踊名作集2で上演する「積もる恋雪の関の戸」「関の戸」の壺合わせつまり音楽リハーサル、えー、無事に終えることができましたいや久しぶりにこの大友の黒主の、えー、とても重い衣装かつら をつけて踊ったんですけれどもいや本当にに腕が上が上ららないいいかと思うくらいに重いんですねそれをつけて踊りながらつくづく思ったのはいやこの衣装にもかつらにもそして小道具にも今までこれを上演してきた先人たちのさまざまな工夫創意工夫が詰まっているなっていうことを改めて思いました。 この演目は1784年が初演なんですね。ですから初演以来、まあ約240年、239年目になりますけど、この240年間に積み重ねられた知恵が詰まっている。そんな感じがしています。では、また。